三宅駅は岐阜県二郡三宅町中にある名古屋鉄道広見線の駅。駅番号は HM10、道線の終着駅である。駅自体は三宅町中にあるが、道路の反対側から住所が三宅町三宅に変わる。現在は普通電車が1時間あたり2本程度運行されているのみだが、昭和時代は新名古屋方面からの直通特急、高速、 休行も運行されており、平成に入ってからも、朝と平日の夕方から夜に、犬山、名古屋方面へ直通する電車があった。2008年6月29日のダイヤ改正により、当駅から発車する電車は、すべて二両編成の進化に止まりとなり、午前10時以降の運行列車は、ワンマン化された。なお、当駅では、マナコは使用できない。当駅はこのダイヤ改正同日に、 無人駅となった。駅集中管理システムについては導入されていないため、自動改札機、自動生産機は設置されておらず、名鉄の他の無人駅とは別形式となっている。この駅は、名鉄前駅で、最も標高が高い場所に位置している。当駅は、三宅町中心部への旅客専用駅として設けられた、ため、かつて運行していたアタンの貨物列車は引き続き、 五数港駅から発着した、行き止まりのプラットフォーム一面一線で、4両の電車が停車できる、無人駅である。明智駅まで交換設備はなく、留置線もないため、当駅へ来た電車行き先を新加入駅に変更し、そのまま折り返していく。当駅での夜間対白は設定されていない。このため、始発と、その一本後の列車は新加入方面から改装され、 最終列車とその一本前の列車も到着後に新加入駅まで改装されている。ワンマン運転の列車であっても新加入駅、当駅間の途中駅とは異なり、到着時にはすべてのドアが開けられる。無人化当初は切符回収箱はなかったが、折り返し前時間が短い運転士の負担を軽減するためもあり、現在は旧改札の柵に取り付けられた。ただし、 到着前の車内放送では、先頭車両栽培扉から下車する様に案内されるため、先頭車両栽培扉から下車する旅客に対しては、車内で乗車券の回収を行う。駅舎は三角屋根の木造平屋。無人駅下に伴い自動券売機が新設された。故障時などに使うインターホンは犬山駅につながる。改札内にトイレがある。 2010年10月15日発売のフェンから出た ADV ゲーム星空へかかる橋の原作ゲーム中に主人公が最初に転校して降り立つ山彦駅のモデルとなった。ただし作品内容は三丈町と直接関係があるものではない。令和元年度移動等を円滑化取り組み報告書名古屋鉄道2020年11月28日閲覧 名古屋鉄道株式会社、この駅この町沿線散歩、名鉄百駅名古屋鉄道広報宣伝部、1986年、79ページ。寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、258ページ。ISBN 978から47億7701万3364。 三宅駅電車のご利用案内。2019年3月23日。閲覧駅時刻表。名古屋鉄道。名鉄バス。2018年2月25日閲覧。電気車研究会。鉄道ピクトリアル通関台816号2009年3月。臨時増刊号。特集名古屋鉄道。間末折り込み。名古屋鉄道配線略図名鉄120年史、 編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。ありがとうございます。